ポンテフラクトは、イギリスヨーク地方南西部にある古い町である。古典的な行政区分では、ウェストライディングに属していて、今は、シティオブウェイクフィールドという大都市原を構成する5つのタウンの一つである。2011年の人口は3万881人。シェイクスピア、リチャード3世、第3幕第3馬、リチャード3世、木下純次役、岩波文庫。 B105-1400 年に当時のイングランド王リチャード2世はこの町のポンテフラクト城で暗殺された。これによってバラ戦争と呼ばれるランカスター家とヨーク家の争いが始まることになる。当時のポンテフラクトはポンフレットと呼ばれており、シェイクスピアの刺激リチャード2世やリチャード3世にも登場する。ポンフレットはポンテフラクトの名産菓子の名前にもなっている。 これは特産品のスペイン肝臓から取った甘味料で作るグミの一種で近年はハリボーなどの製菓会社も進出している。ポンテフラクトというのはラテン語でポンズ、フラクテスが語源だとされる。この辺りはロンドンとヨークを結ぶ街道が川を渡る場所にあたり交通上の用地だった。1六十九年にウィリアム一世がヨーク地方の一を征伐中に 地元の反乱勢が王の行く手を阻むために橋を落としたという古事に由来するとされている。ポンテフラクトはウーズ川の支流、エア川とローマ時代の古道が交わるあたりにできた市場町である。中世に干拓されるまで一帯は小宅地でローマ人の古道がその辺縁を通っていた。ポンテフラクトは中世から続く市場町で今でも種が開かれている。 毎週水曜日と土曜日には大きな種が立ち、金曜日には農家による小さな種が開かれる。より小規模なテント市は木曜の午後と日曜以外は毎日やっている。肝臓栽培と生化業、ポンテフラクトでは肝臓の栽培が盛んで、肝臓の栽培と菓子の製造は町の重要な産業の一つになっている。もともと低湿地に面した。 ポンテフラクトの深く砂っぽい土壌は肝臓の生産に適していて、ポンテフラクトはイギリスで数少ない肝臓の産地となった。肝臓はローマ時代にアジアから導入されたとも、11世紀の十字軍で持ち帰られたものとも伝えられている。遅くとも16世紀半ばには、クルニー修道院の修道士たちポンテフラクトで肝臓を栽培するようになったとされている。当では、 肝臓の品種改良も行われた。南方系の植物である肝臓は、本来、青から紫色の花をつけるのだが、よく地方の寒冷な気候では花をつけなかった。しかしそのために、根の糖分はむしろ増え、より甘くなった。18世紀には、町の薬剤師だったジョージ・ダンヒルが、肝臓に砂糖を加えた薬用トローチを作るようになった。これは、ポンテフラクトケーキとか、 ポンフレットの名前で人気になった。今では街には肝臓から甘味料を製造する工場があり、テディベアの形をしたミで知られるハリボーなど様々な製菓会社の工場がある。映画007シリーズでリチャード・キール演じる悪役、ジョーズがロープウェイのケーブルを噛み切るシーンでは、ポンテフラクトの製菓企業が製造した肝臓製のケーブルが使われている。詩人。 ベッジュマンは、ポンテフラクトの肝臓畑という詩を読んだ。ポンテフラクトでは、毎年、肝臓祭がある。しかし、ここ200年ほどは、チョコレートの普及によって、肝臓の栽培量は減少傾向にある。炭鉱町には1860年代に創業を始めたイギリス最古の炭鉱があった。ポンテフラクトに隣接するフェリーブリッジには、石炭の火力発電所がある。 しかし、ヨーク地方の炭鉱は1990年代に相次いで閉山となり、ポンテフラクトの炭鉱も2002年に閉山になった。街には鉄道駅が3つある。ヨークとシェフィールドを結ぶ路線のバグヒル駅、リーズとウェイクフィールドを結ぶ路線のモンクヒル駅とタンシェルフ駅である。ブラッドフォードとロンドンを結ぶ列車もモンクヒル駅に止まる。ポンテフラクトには、 国道 A1 号線と高速道路 M62 号線のジャンクションがある。この他 A628 号線と A639 号線、A645 号線が町の中心部で交差している。地方自治に関しては、ベークフィールド市の管轄で、ベークフィールドの議会の選挙区がある。選挙区は南北二つに分かれている。南の選挙区には、 ダリントン地区などの郊外に住む裕福な層と、セカーフィールドのような貧困層が混在している。北の選挙区には、モンクヒル、レーディバルク、マイソンチェアーがある。かつて炭鉱があったことから、労働党の影響が強いとされている。ポンテフラクト近郊の住宅街の建築工事中、2000から4000年前のものと見られる遺構が発見された。これは、フェリーブリッジ遺跡と呼ばれ、 2007年の考古調査で、区割りや水道のためとみられる、ア跡などが発見されている。これらから、新石器時代から、鉄器時代、ローマ時代の居住地があったと考えられている。古代に、ローマ人がブリタンニア州を置いて、イギリス島を支配していた頃、南のロンドンと北のヨークの二大都市を結ぶため、アーミン街道という街道を作った。この街道は、 ノースフェルビーあたりでハンバーガワという大きな入り江を渡る必要があり、高天寺には立ち往生することもあった。これを避けるための脇王館が設けられていて、林間から西へ分岐して、リトルバラ、ドンカスター、カッスルフォード、ダドカスターを経て、ヨークを結んでいた。この脇道をローマ古道と呼んでおり、ローマ古道がエア側に差し掛かるあたりにポンテフラクトの町がある。 イギリスでは5世紀にローマ人の支配が終わり、七王国時代と呼ばれる戦国期に入る。ポンテフラクトのあたりはノーサンブリア王国とマーシア王国の国境に当たっていた。その後、バイキングやアングロサクソン人が侵入して国を建てた。ヨーク地方では、バイキングのエイリークケツオノオが954年に滅ぼされ、1068年に、 ノルマン人のウィリアム一世がイングランドを征服する。ポンテフラクトの街は、これらの時期に形成された2つの集落が起源である。その2つが、タンシェルフとカークビーである。ヨーク地方では、地名に B というものが多い。これは、バイキングの言葉に由来する。今のポンテフラクトの主要道である、ベイリーゲートのゲートも同様で、通りの意味である。 アングロサクソンの歴史書で、タンシェルフに関する最古の記述は947年のもので、イングランド王、エドレットがノーサンブリアを滑る議会に服属を要求した時のものである。タンシェルフは多様な綴りで記録されていて、テイ・テイル、テイ・チャルラ、テイツ・ハリー、トテッサラなどと表記されていた。エドレット王はほどなくして、ノーサンブリアの支持を失い、その年後に王国は、 ヨークの王だった千代の王エーリックをノーサンブリア王にすることを決めた。ノルマイコンクエスト1066年にノルマン人のウィリアム征服王がイングランド王となり、イングランド全土に服属を要求した。バイキングの子孫が多かったイングランド北部の諸公は、これに従わずに反乱を起こしたが、そのせいでイングランド北部は徹底的に焼き討ちされることになった。当時の歴史家、 ビタリスによれば、ウィリアム征服王が1069年に、ヨーク地方で起きた反乱を鎮圧していたところ、エア側のほとりで待ち伏せしていた反乱勢が、エア側の橋を落として、ウィリアム一世の行く手を阻んだという。当時、その都下地点は、ヨークなど、イングランド北部や西部にある都市への交通路の要衝だった。歴史家によれば、この出来事が、ポンテフラクトの地名の由来になった。 ポンテフラクトというのは、ラテン語の、ポンズ、フラクティスのから来ており、橋が落とされたところの意味である。1086年の県知町には、ポンテフラクトは出てこないが、1090年の県知町には、ポンテフラクトの名前で収録されている。県知町が1086年に、ウィリアム征服王によって編纂された頃、タンシェルフは、すでにかなり大きな町になっていたらしい。 町には、僧侶一人、六十人の二級市民、十六人の農業労働者、十六人の村人、八人の商事作農など、人口101人と記録されている。しかし、実際、の人口は、これより四倍か五倍の規模あったと考えられている。県地庁に記載されるのは、土地所有者だけであり、その家族を数に入れていないからである。このほかタンシェルフには、 教会一、漁港一、水車三があった。考古学者の発見によって、昔のポンテフラクトの教会があった場所は、ポンテフラクト城の下のノースベイリー通りの外れのブース地区だったことがわかっている。母碑に刻まれた年代で最古のものは690年頃のものである。教会はおそらくタンシェルフに属していた。 今の市場があるあたりに、かつてのオスゴールドクロス軍の公開堂があった。ドレイシー家とポンテフラクト城征服王ウィリアムは、北部の反乱者たちを根絶やしにした後、家臣たちに領地として分け与えた。その中の一人、イルバート・ドレイシーが、タンシェルフの領主になり、城を建てた。このポンテフラクト城は1086年以前の初期には、木造だったが、後に、石造りで改築された。 ドレーシー家は1067年の築城から1348年に四大林間、女白尺、アリス・ドレーシーの死によって、ドレーシー家が断絶するまで2世紀以上にわたって、ポンテフラクト城の城主として支配した。ポンテフラクト城は、バラ戦争で知られる、リチャード2世王の最後の地として知られている。リチャード2世は1400年にポンテフラクト城で死んだが、 その詳しい事情はわかっていない。一般には、シェイクスピアの刺激、リチャード2世によって伝えられているのだが、おそらく真相はシェイクスピアによって脚色されていると考えられている。リチャード2世の最後には、少なくとも3種類の説がある。幽閉されて餓死させられたという説、自害したという説、1399年か1400年の2月14日に、 エクストン教エクストンに殺されたとする説である。エリザベス朝時代には、ポンテフラクトの街や、ポンテフラクト城は、ポンフレットと呼ばれていた。シェイクスピアの、リチャード3世や、リチャード2世にはこの城のことが出てくる。ロビンフット15世紀のロビンフットに関する俗用には、ロビンフット一味が活躍するバーンズレールの森が出てくる。この森は、ポンテフラクトの南にある。 特に中世の俗用には頻繁にウェントブリッジの村が出てくる。この村はポンテフラクトの外れにあった。さらにマイケル・ドレートンが1622年に編んだポリー・アルビアンの二28番はロビンフットの死に言及している。その終焉の地はかつてのポンテフラクトにあたるカークビーである。歴史家のエスエーラ・チャンスはロビンフットは カークビーの聖ニコラス委員で死んだと推測している。これはオールセインツ協会の付属委員だった。ウェイクフィールドのエント川に架かる橋にある遺跡の案内名盤にはロビンフットに関連する言及がある。ポンテフラクトはイングランド内戦で戦地になった。戦争が始まると応答派の拠点だったポンテフラクト城は議会派の攻撃の対象になり、 トーマス・フェアファクスとジョン・ランバートキカの議会軍がポンテフラクト城を包囲した。この城攻めは1644年12月から翌1645年3月まで続いたがマーマデュー・クラングデールが国王軍を率いてポンテフラクト近郊でチェッカーフィールドの戦いに勝つと議会軍は包囲を解いて退却した。しかし3月末には議会軍は再びポンテフラクトを攻め、 4ヶ月にわたって包囲した。最終的に議会派との交渉によってポンテフラクトは解除した。1648年6月に国王軍はポンテフラクトを奪還した。議会軍は10月に攻め寄せ、今度はオリバー・クロムウェルが直々に兵を率いて包囲した。しかしその1ヶ月後、国王チャールズ1世がノースサンプトンシャーで議会軍に囚われてしまった。 クロムウェルは軍にポンテフラクトの包囲を続けるように命じた上でロンドンに戻り1649年1月にチャールズ1世を処刑した。ポンテフラクトに籠城する国王軍は直ちにチャールズ1世の息子チャールズ2世が正当な直国王だと宣言しチャールズ2世の名前を刻印した効果の宙造を始めた。この時の国王軍の合言葉がラテン語の ポストモーテムパトリスプロフィリオであり、これは今もポンテフラクトのモットーになっている。ポンテフラクトはその後も国王軍の最後の砦として抵抗を続け、クロムウェルからイングランド有数の要害と評されている。しかし、孤立無縁のポンテフラクトは徹底的な攻撃を受け、街も大きく破壊された。3月にはついに城も陥落したが、ポンテフラクトの住民は、 ポンテフラクト城が建材だと、また戦場になって、町が破壊されることになると恐れ、議会派にポンテフラクト城の破却を申し出た。4月から城の解体が行われて、今では城市だけが残っている。しかしポンテフラクトの町は破壊し尽くされており、町の復興のために新たな産業が必要とされた。そこで目をつけられたのが、肝臓栽培である。この時に、 それまで薬用に用いられていた肝臓から菓子が作られるようになり、18世紀にはイングランドでも有名になった。20世紀前半には、ポンテフラクトの菓子製造のピークを迎え、ポンテフラクトケーキは世界中に出荷されるようになった。20世紀半ば以降はチョコレート菓子が進出し、肝臓栽培は勢いを失っている。コリエリーズは炭鉱の意味。ありがとうございます。